写真拡大。全3枚。セリーグ、DeNA5 対8、広島、13回戦、広島7勝5敗1分、15日、横浜で始まった連敗を横浜で止めた。広島が6月28日の DeNA 戦からの連敗を11でストップ。4番、鈴木が先制 2.2 塁打を含む2安打2打点の活躍でチームを救った。勝てて、よかったです。とにかく、一つ止められた。11連敗していたので、まずは勝たないことにはね。1回に西川、菊池涼の連打、脇下の四球で満塁とし、今季満塁で3打数2安打を誇る鈴木が打席へ。先発、伊予サメの2球目の内角、146キロの直球を力強く左翼線へ運び、2点を先制した。なお、2、3塁で松山が右前打で1点を加えると、さらに1、3塁で相澤の併殺打の間に3層生還。初回4得点は4月21日の DeNA 戦、松田以来今季2度目だった。ジェットコースターのようなシーズンを送っている。開幕ダッシュに失敗も、5月は球団新の20勝。ところが、6月の交流戦で最下位に転落すると、リーグ再開後は一夜明けを挟み、20年ぶりの11連敗。ようやく連敗を止めた尾形監督は、後半戦勝ってスタートできたことは非常に嬉しいと珍しく喜んだ。休園休みの4日間は全戦の指揮を取る尾形監督に代わり、コーヘッドコーチがチームを預かった。その間、コーチとナインが個別で積極的に話し合って改善点を探り、ミーティングでは新たな気持ちで行こうとポジティブな言葉を使って、ナインを鼓舞。チーム一丸となって勝利をつかんだ。チームは後半戦のスタートで長いトンネルを抜け出した。勝負の夏へ、セリーグ3連覇中の王者の逆襲が始まる。柏村翔。